師走のグルメ特選、続いては和のテイストを取り入れた洋食が人気のお店、袋井市広岡にある和膳要塞ミストラル。フレンチ出身のシェフが作るヘルシーで多彩な料理が楽しめます。リーズナブルな洋食をゆっくりと味わっていただける、そんなお店ですね。醤油使ったり和のテイストを入れて新しい料理というか洋食でもできればなと思ってやってますけども。そんなお店で人気のメニューがほのぼのハンバーグ、アボカドのせ、五穀米のご飯に野菜もたっぷり。女性の人がなんかアボカドが大好きな人が多くて、アボカド自体健康にもいいということで載せてますけども。ハンバーグは牛肉 100%、強火で表面をカリッと焼いて中はジューシーに。その上に完熟させたアボカドをたっぷり乗せたら、おろし醤油ソースをかけて完成です。滑らかなアボカドとおろし醤油ソースが相性抜群、さっぱりといただけます。続いてはベーコンと生トマトのトルティーヤピザ。薄くて香ばしい感じのトルティーヤを使ってですね、さっぱりと食べれると思いますけど、軽い食感の生地に3種類のトマトを使ったトマトソース、モッツァレラチーズとゴーダチーズをトッピング。フレッシュトマトの旨みが口いっぱいに広がりますよ。海の食材を使ったドリア、昔から人気があるものですから。と紹介してくれたのが、ワタリガニ、小エビ、ホタテのドリア。自家製のホワイトソースをターメリックライスの上にかけて、ワタリガニを殻ごと豪快に入れた一品。ワタリガニって風味強いですから、チーズとホワイトソースの相性が良くて、オーブンに入れて焼くことによって美味しく仕上がります。続いてこちらは2種盛り B 定食。牛ロースステーキとチキン南蛮が一度に味わえるセットです。牛肉の方はプライムビーフという輸入物の最高のお肉を使って、ゆっくり中に火が入るような形でミディアムでお出ししてますけども、チキン南蛮は鶏のもも肉をこんがりと揚げ、醤油ベースのソースをかけたところにたっぷりの水菜をのせて酸味の効いたソースで仕上げます。牛ロースステーキは柔らかくてジューシー、おろし醤油でさっぱりといただけます。チキン南蛮は香ばしいお肉に2つのソースが絡んで後引く美味しさです。お家で楽しみたい方には洋食弁当がおすすめ。今回はチキンソテーと牛カルビの炙り焼きに、五穀米と旬の野菜が添えられたボリューム満点のお弁当です。フレンチを手掛けていたシェフが作る和を取り入れた料理の数々、和膳要塞ミストラルです。